アホ神皇は、平城天皇の第一王子、有原の幸平、有原の成平の父。大同4年に四品に除せられるが、翌公認元年に発生した、クスコの変で出家した父、平城上皇と皇太子を排された弟、皇学神皇に連座して、太罪婚の措置に左遷される。公認15年平城上皇の法御後、 おじの佐が天皇によって、ようやく入教を許される。天朝三年子息の雪平、行平堂に、有原の阿蘇音声を賜物組みされ、親戚降下させている。よく天朝四年和ず大主に任せられる。天朝十年、人名天皇の即位後間もなく三品に除せられると、人氏明朝では、上野大主や、自部教、兵部教、壇上院等を歴任した。上和九年、 立花の早なりらから東宮、常貞新郎の心情について、策謀を持ちかけられるが、阿保新郎は組みせずに早なりのいとこでもあった、皇太后、立花の勝ち子に密書にて報告し、判断を委ねた。新郎が早い段階で皇太后に報告したのには、円満な人として評判が高かった皇太后から、いとこの立花の早なりに対して、軽挙を止める。 要説得することを期待する意図もあったのではないかとの推測がある。変の3ヶ月後の10月22日に休止、去年51、最終官位は男女院3品。葬儀にあたって、上和の変で反乱を未然に防いだ功績により、1品の品位を追贈されている。死因は明らかでないが、 アホ親王への一と品贈与の鮮明から、親王が変後を全く散大しなかったこと、その死が極めて急であったことが知られるとし、神皇の死は自殺ではないにしても、少なくとも精神的にはそれに近かったのではないかとする解釈がある。性格は現状で控えめであった。文武の才を兼ね備えており、腕力が強い一方で、喧嘩に優れていたという。その他、大衛恩人を、 アホ親王の楽園とする説もある。ありがとうございます。